さあ今日もアクセルの散歩にやってきました。桜がきれいに咲いております。よいしょ。さてアクセル散歩に行きましょう。よいしょ。ちょこちょこ動くのね。アクセルなんですが、おとといからですねちょっとお腹を下してまして、あまりに頻繁にねちょっと続くので、昨日お医者へ連れてったんですが、元気のことは元気なんですがやっぱりまだこうお腹が緩い状態が続いているので、ちょっと心配なんですが、とりあえず運動でもさせてみようと思って、今日は外へ出てまいりました。アクセルはね、至って元気なんですが、お腹が緩いっていうこと以外は、ちょっとあと食事ですね。食事も、なかなか進まないっていった感じですけれど、なんとかね運動して、お腹を空かして、食べてね、お腹の中の消化をね良くして、元気になってくれればいいと思ってます。昨日もね、ペットショップへ行ってきたんですが、かなり混み合ってまして、犬や猫が来るんですが受付でね、問診を聞いているとみんなね、犬も猫もお腹が緩いというそういう症状でね、クリニックを訪れていたということで、そういう時期なんですかね、季節の変わり目ということで、寒暖差が影響してるんでしょうか。そんなうちの一匹がアクセルだったということで、とりあえずですね、注射を打ってもらって、お薬を処方してもらっていたので、良くなることを願ってます。それで合わせて、これから、観音様にですね、ご祈祷をして早く良くなるようにというふうに、していきたいと思っております。さあということで、本日も観音様にご祈祷を済ませ、これから、散歩に、向かっていきたいと思います。今日ね、日差しが強いんですが、風がやっぱ若干あるということで、寒くはないですね。寒くはないですが、ちょっと若干風があるといった感じですが、お散歩日和といえばお散歩日和です。よいしょ。なるべくねアクセルも日光を浴びないといけないので、ちょうどいいかと思います。ちなみに今日のカメラはですね、DJI のオズモポケット3、これを持ってきてます。そして、風が強いのですね、マイクは、付属の DJI マイク、こちらを使って、Bluetooth で、飛ばして音声を拾ってます。ウィンドジャーマーがついてるんでね、それほど風切り音乗ってないとは思いますが、今日はこのスタイルで行きたいと思います。はい、いつもの速攻の2ポイントですが、今アクセルがジャンプをしてくれましたので、酷ではありますが一度戻してもう一度ジャンプをしてみてほしいなと思っています。アクセル頑張れ。うわ、来た来た、やったやりました。今日はね服装が動きやすいものっていうのもあるんですけれど、僕だってやればできるんだよということで、今日は速攻蓋をジャンプしてくれました。やったぞ、よくやったアクセル。さあ速攻ポイント第2弾、飛べるかアクセル。よし、ジャンプ成功です。いやー、やりましたね。じゃん、
ということでやってまいりました上村食堂。アクセルには看板犬をしてもらい、あったかいものをごちそうになっていこうかと思います。今日は満席です。カフェラテをいただきます。さあ上村食堂で温かいものをいただいたので、またお散歩へ向かいたいと思います。行くぞよアクセル。よいしょ、階段だ。アクセル降りれるか。階段、おお降りた降りた。よし、よくできた。セブンイレブンで買い物してました。そしてアクセルはリードフック、こちらにおとなしく待っててくれました。お待たせしました。アクセルの散歩も間もなく終了ということで、何時ぐらいかな、3時半ぐらいに出たから1時間半ぐらいですかね。お茶飲んでいい運動になったかと思います。ということで今日もアクセルの散歩動画でした。それでは、ではでは。